こんばんは、かずやです。いやー、長かった。ついに今日、1月6日、20アンペア生活から解放されました。これまでも言っているので、繰り返しにはなってしまうんですが、まあ、ちょっと経緯を振り返っておきましょうか。僕は昨年末に今住んでるこの部屋、栃木県の宇都宮市にある、まあ、アパートというかマンションに引っ越してきたんですけれども、まあ、当初の契約ではですね、まあ、電気に関しては50アンペア使える予定だったんですよ。ただこれあの管理会社のミスでですね、 本来は50アンペア使えるはずが、20アンペアしか使えませんと。それで変更を試みたんですが、まあ、ちょっとあの年末年始はできませんということで、1月4日に対応しますということで年末終わってたんですよね。だからとりあえず1月、その年末から1月4日までは20アンペア生活。で、この20アンペア生活、ようやく解放されるなっていう1月4日に電力会社から電話かかってきて、実際に変更されるのは1営業日5ですと。 いうこと言われたわけですよ。そこから2日間の延長戦を戦って、いよいよ今日1月6日、やりましたね。50アンペアになりました。本当に良かったですし、厳しかった。しかしね、その苦しみも終わりましたよ。今はエアコンつけながらレンジも使えますし、洗濯乾燥機回しながらエアコンとかもね。いやー、だからいや当たり前の生活ではあるんだけども、嬉しい。今日は大変めでたい20アンペア卒業日なので、 あの、うなぎをね、あの、食べてきましたよ。栃木県五国神社に参拝してですね、まあそれはあの、神社があって、すぐ隣にあるうなぎ屋さんだったんですけども、まあ非常にあの、味も良くてですね、あの、また行こうと思いましたね。そんなこんなで、今日はいい気分で、まあうなぎも食べてですよ。神社にも参拝し、家に帰ってきて、いや、これでね、ようやく新生活が本当にスタートするなと思ったんですけど、 まだクローゼットがありましたね。でもとりあえず露骨に生活に影響が出る、まあ電気問題、アンペア問題に関しては解決です。こうやって制約された生活を送ると今まで見えなかったポイントとかも見えてくると思うんですよね。電気のありがたさっていうのはまず最初に来ますよね。まあ、今そのあらゆる商品というか、まああらゆるものが電化されてるわけですよ。脱炭素とか言ってさ、温室効果ガスを出す化石燃料をやめようという、まあ世界的な流れが 出来上がっていますし、その結果として、今その EV をね、まあ、EV というかその電気自動車を拡大していきましょうという流れになってるじゃないですか。日本なんてハイブリッドという素晴らしい技術を持ってるんですよ。だからこれ、だからハイブリッドを普及させるだけでも、相当これ脱炭素に、脱というかまあ低炭素に行くわけですよね。だけど、この素晴らしい技術持ってるのは日本しかなくてですね、まあその欧米の車メーカーだったりとか、今中国も新興のメーカー出てきてますけれども、その辺はね、ハイブリッドには立ち打ちできないと。 だから一気に EV まで行っちゃえと。そうなると、まあシェアを一気に獲得して、まあ日本のメーカーを駆逐できるんじゃないか。そんな思惑もあるでしょう。実際に EV 化の流れという点で言うと、まあ中国とかね、まあ欧米のメーカーも結構頑張ってやってるんですが、日本はちょっと出遅れ感はありました。まあただやっぱり、まあ昨年末発表されたように、トヨタもしっかり EV やっていくということですし、ホンダもそうですよね。あとこれもびっくりしたんですけど、ソニーも なんかあの、電気自動車やっていくっていう、これ報道が出てまして、いや、欲しい。あと噂レベルですけど、アップルもね、それ EV やるんじゃないかって言われてるでしょ車いっぱい欲しくなっちゃいますよね。ただからこの脱炭素で、それでいてその電気自動車だなんだっていう時代になっていくと、もう膨大な電気が。 必要になっていくわけですよ。まあ、省エネだって言っても、e、EV 加速しちゃったら、それは使う電力増えますよね。太陽光だけじゃまかないきれないし、まあ、風力も同様で、まあ、やっぱり波があるので、やっぱ化石燃料っていうのは、やめられないですよね。まあ、あとそのね、人によってはなんか、ね、原発もやめろって言うじゃないですか。今回の20アンペア生活で強く思ったんですけど、 やっぱりね、化石燃料っていうのは必要ですよ。この20アンペア正月を乗り切るために、前も言いましたけど、僕はね、まあ今ちょっと後ろにあるんですけど、石油ストーブを買いました。で、あの、石油ファンヒーターってあれ、まあ電気使っちゃうので、まあそうではなくて、まあ電池のみで着火できるタイプのものです。これがまあ優秀なんですよね。一台やって、これをつけとくだけで、まあリビングで使ってたんですけど、まあ、ポカポカになりますし。若干中断してしまったんですけど、えー、 あれですよ、ね、あの石油ストーブが優秀で化石燃料は必要だっていう話ですよね石油ストーブまあ灯油を買ってきてで入れるっていう作業があるからちょっと煩雑ではあるんですよしかも今灯油がねこれ微妙な金額するじゃないですかもう1リッターあたり100円前後とか灯油も一冬単位で考えてみるとかなりの金額になりますしねだからそういう点でデメリットとも言えるんですが 停電でも使えるっていうのは非常に大きいと思うんですよ。停電した時って当然エアコンなんて使えませんし、まあ、てか家電全般。 そうなってしまいますが、まあこの冬、寒い時期であれば、まあこのストーブあればね、ダウンは取れます。あと鍋使えばさ、煮炊きもできますし、今こう、宇都宮に引っ越してきましたけど、それ以前、まあ東京とかね、まあ神奈川で住んでいた時は、エアコンで暖を取っていました。そもそも、まあマンションによっては石油ストーブ禁止っていうところも結構ありますからね。まあこれだから全国的にそうだと思うんですけど、僕が前住んでいたところもそうで、禁止になっていました。だからエアコンで暖を取るっていうのも、まあ、暖かさ的にはね、全然問題なかったんですよね。 ただ問題となるのは湿度なんですよ。エアコンで暖を取ってると、だんだんこうね、湿度低くなってくるでしょ。めちゃくちゃ乾燥しちゃうし。冬なんかね、ただでさえ乾燥してるのに、エアコンつけて乾燥しちゃうから、となるとね、もう加湿器とか使うわけですよ。一方で、石油ストーブっていうのは、まあ、あったかいし、それでいて、 加湿も兼ねてますからね。僕が買ったこのストーブっていうのは、豊臣の製品なんですけども、公式サイトには、石油ストーブを使用して湿度を補いましょうという項目があります。実は、石油暖房器は、ストーブもファンヒーターも灯油を燃焼させるときに水蒸気を発生させるため、エアコンなどと比べるとお部屋の湿度を下げにくいのです。さらに、ストーブは夜間や鍋をかけた時の水蒸気によって、さらなる加湿効果も期待できますと。 あるんですねそうなんですよね。これ FF 式煙突式ストーブは除くとあるので、まあ、その排気を外に出しちゃう場合っていうのは まあちょっと別ですけれども、このタイプだと、まあ、燃焼させると水蒸気が出るんですよ。燃焼による、まあ、化学反応ですよね。燃焼っていうと、なんとなく乾燥しそうなイメージがあるんですけれども、実はこれ燃やすことによって水蒸気出してるので、加湿も兼ねてると。部屋の広さとかによって、まあ、これまた変わってくると思うんですが、まあ、湿度が足りなければ上にこう、夜間とかね、鍋を置いて、まあ、水ですよね。まあ、水を満たした夜間鍋を置いて湿度を補うということもできます。 で、今までこのストーブってリビングで使っていたんですが、まあリビングもエアコンで大丈夫になったので、まあこの部屋で使おうかなと思ってるんですよ。まあこれ匂いもありますしね。で、このまあ大体6畳ぐらいの部屋であれば、もう加湿もね、暖房もね、これ1台ですよ。いやー素晴らしいですね。そしてあの石油ストーブってさ、このまあ火なんかあったかい気がしますよね。本当に火ってのはいいですよね。あのキャンパーがね、その焚き火に こうね、こう胸を躍らせるみたいなものってあるじゃないですか。やっぱ火っていうのはね、人間の心を落ち着かせるんですね。まあ近年は脱炭素の流れが来ていますけれども、この化石燃料というか、まあ灯油とかね、そういう燃料っていうのは特に雪国でこそ絶対に手放せないんじゃないでしょうか。ちょっとね、管理会社との交渉がまだ終わってないので、まあこのストーブ自体もね、だからその、まあこれね、その場しのぎに買って、だから引き取ってもらうっていうのもまあ一つの手段かなと思うんですけど、まあその分のお金いただいてね。 ちょっとまだまとまってないんですけど、まあそれまではこの部屋で使おうかなと思ってます。そう、あとね、YouTuber 的にいいのは、音がしないっていうことなんですよね。エアコンだと、まあ多少なりこう風の音しちゃうわけですよ。だけどこのね、あの石油ストーブなんていうのは、そんなね、ゴーとか言いませんし、いい。というところで、20アンペア生活も無事終わりまして、いや、晴れやかな気持ちでね、今日は終わりたいなというふうに思います。最後に、寂しがり屋なポコちゃんを見ていただいてお別れしたいと思います。 コちゃん、どうした寂しいのちょっと今、作業中なんですけど。コちゃん、どうしたのこれ。あ手が。開けるんや。寒いよ、こっち。これ。ああ、かわいいな。あー開かないごめんよ。ほら。ああ、行っちゃった。ころん。ああ、かわいいね。